ネプの公式。どうもこんにちは、篠原です。今回は熱、そして電気のところで出てきた公式の復習をしたいと思います。まず電気ですね、 V イコール IR、 V っていうのが電圧100万ボルトのボルトですね。で I っていうのが電流アンペアで、 R はオームです。でこれがこういう風にこう電気がこう流れてきた時っていう感じですね。で電気はここで V での力で流すんですけど、ここで R の力で抵抗があるので最終的に I になるっていう、まあまあまあ そんな感じなんですけど、 V イコール IR、 とりあえず覚えてください。であと、まあ、書いてないですけど、抵抗が並列の時と直列の時の話もしましたね。はい。であとですね、僕がこの画面から消えて話した右ネジの法則と左ネジじゃなかったごめんなさい、右ネジの法則とフレーミング左手の法則、これと、これですね、やりましたね。でこれを、押さえておいてください。でここからが熱です。熱、まずここが非熱の部分ですね。 C っていうのが熱容量です。でこれ熱容量っていうのは重さと1キログラムあたりのどれぐらい熱しやすいか冷めやすいかっていう C、 小文字の C と湿布量をかけたのが大きな C、 大文字の C になるよということですね。どれぐらい熱しやすい、どれぐらい冷めやすい、ね、温まりにくい、冷めにくいかっていうのがこの MC ってやつです。でこれはですね、正直そんなに聞かれることないというのも、公式これだけなんでそんな応用が聞きにくいんですね。ですからそんなに聞かれることはないんですけど、まあ熱の基本ですから、まあ、押さえておいてください。で今度これですね、ボイルシャルルの公式。ボイルシャルルの公式っていうのは、T 分の P かける V っていうのが T 分の P かける V になるよっていう話。ペットボトルを外に出したら膨れ上がる、それから部屋に戻したらしぼむってやつですね。これの公式っていうのはこうだよということです。でこの後が、ピストンにおけるその熱のやり取りと力のやり取りですね。でピストンに入ったやつをグッと押したらこうその分温まるし、火で熱したらその分温まるっていう、それだけの公式です。で今度、力学ですね。力学エネルギーの話になった時に W っていうのはジュールです。単位がジュールなんですが、 F っていうのはニュートンです。でどれぐらいのニュートンでどれぐらいの距離引っ張ったかっていう、ここの距離っていうのがジュールになるんだっていう話でした。でこのジュールっていうのはこの公式ですね。湿布量かける速さの2乗、この速さの2乗っていうのがこれ単位ジュールです。で今度 MGH ですね、どれぐらいの高さなのかっていうことの位置エネルギーっていうのが、これもジュールで表されるんだという話をしました。はい、一息でバーッと説明しましたが、分かってもらえたでしょうか。力学エネルギーと、こちら電流、そして熱の公式の全部です。でこれプラスアルファですね、ちょっとあるんですよ。例えばこのバネのやつとかだったら、まあ、動画でちょろっと言った通り KX の事情とかね、あるんですけど、あるんだけど、それはまあとりあえず置いといて、まずはこれですね、これ。あとジュールとニュートンの関係、これ何回も言ってますけど、これが本当に難しいので、これを押さえておいてください。であとは問題演習していく中で新しい公式が出てきたりとか、この解放のパターンみたいなのがだんだん分かってくると思います。でそうするともう物理はもらったも同然だと思うので、ここからはね、問題演習をどうしていくのかっていう話ですね。で一番難しいのはやっぱここかな。この2つがね、難しいというか癖物ですね。力学に関係してこの2つっていうのが非常に出てくる。で似てるじゃないですか、これ。これ見たことあるでしょ。等速直線運動とか言って見たことあるじゃないですか、この2つって。で見たことあるがゆえに難しいんですよね。あれなんかこれニュートンだったっけ、ジュールだったっけ、区別が難しい。で区別が難しいからこそよく聞かれるんです。でよく聞かれるからこそ多くの人失点するんですね。でそこであなたがもしできたら大きくこう点差をつけることができるので、この違いよーく押さえておいてください。であと難しいのはね、この辺もちょっと応用問題が出てきやすい。右ネジ左手の法則、この辺がね、まあ出てきやすいかなと思います。であとここはちょっと理解したらもう終わりっていう部分だし、これも公式が長いけど覚えるだけですね。はい、こういう感じです。はい、ということで今回文系物理道場では公式の紹介をさせてもらいました。今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。今回話したことで、実は文系物理で出る内容全部終わりです。おめでとうございます。おめでとうございます。これで全部終わりです。ただ、物理の問題どう解くのかっていう話まだしてないですよね。次回の動画では、じゃあどうやって物理の問題解いていくのか、どういう風に勉強すればいいのかということについて話したいと思います。ということでまた次回会いましょう。